元朝日新聞記者日本人は人間の形をした何か二十日に元朝日新聞の記者が XQ ツイッターにてこのような紹介もしたくないような暴言を吐いてしまい冷やがさとし大炎上してしまっておりますまあこちら引用元の暴言もひどいものでございますがまあこの方々がまあ仮に日本国籍をお持ちであればこの暴言は そのままブーメランになってしまっておりますけれども、まあ、最近、ですね自由の声においてこの元朝日新聞の記者に関しては処理水関連で取り上げた記憶がございますがあのですねあのご自身たちの主張が受け入れられないのは日本人に問題があるのではなくて主張内容に問題があると判断するのが自然だと思われますので。 今後はせめて事実に基づいた主張を行い、日本人から理解が得られるように努力していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。